ホンダレーシングディベロップメントは、ホンダ技研工業が設立した、レーシングチーム運営会社である。創設は1999年、本拠地はイギリスバークシャー州、ブラックネル、略称は HRD。業務は BAR の流れを組むホンダレーシング F1 チームの運営を、主としていたが、当初はホンダ独自の F1 チームとして設立され、2005年までは、 BAR やジョーダングランプリといったチームへのエンジン供給を担当。2006年から2008年にかけてはスーパーアグリ F1 チームに対するエンジン供給を同社から言った。なお、当時ホンダ F1 に所属する日本人スタッフのほとんどはホンダから h r d に出向した者が派遣される形態となっていた。ホンダの2008年シーズン限りでの F1 撤退に ともない、ホンダ F1 と共に、当時、ホンダ F1 のチームマネージャーだったロス・ブラウンに売却された。2015年からの F1 第4期活動にあたり、HRD の名称を冠した開発施設が新たに設立された。同じホンダの北米におけるレース部門である、ホンダパフォーマンスディベロップメント2輪、レース部門のホンダレーシングとは、名称は似ているが、それぞれ別の組織である。 ありがとうございます。